東秀才スペシャルラウンド、エボジャパン予選、決勝戦始めていきたいと思います。皆さん盛り上がっていきましょう。俺もちょっと疲れちゃったんであんまり声出せないんですけども、試合の方楽しみつつ実況したいと思います。それでは先鋒戦、ハセスレイヤー対ネコチャンサー。このチーム 1P 側のスレイヤーを倒せれば 2P 側すごい楽になるんで、このネコチャンサー、大事な試合となります。先鋒戦、これ関東いないですが、あと連勝とファイル、お釣りがでかすぎる。ダメ押し、助け、マイハイから、このアンサーの苦しい組み合わせなんです、レイヤーアンサー。さあしかしここで連携まで持っていけば、さあどうなる、武者しか出ないか、クーダゲ、このミスを見逃さない。立ちハイからクーダスだけでバスを、落ちた、待っている、避けて立ちハイ、列車多分前ハイを裏から打ち込んでガード不能となります。アンダース、ここで来ました第2ラウンドへ。さあ列車からマイピー、カノン立ち合い、列車のこのね、昔はその空中出してからのテーダループがあったんですけども、今作できなくなっているので、どうしてもリターン負けてしまう苦しいところ、禁止が欲しいアンサー。さあ位置が入れ替わるが、2K 吸血、ここも残念だし、しかしまだカウンター状態残ってるか、マッパンチ黄色立ち合いから、さあここで派遣者に大きな目に行きたいが、ジャンゲ刺さってディレイを効かせてダウンオブ、置き攻めはキンバースト、待っていました。前捨て通り過ぎてからの空中投げ、先鋒戦勝利はハセスレイヤー。これは一気に苦しくなりました、猫マッシグラチーム。チップミリアですからね。昼休みさあ現在相談中となりますが、どちらが出るか。出てくるのは中村ミリアですね。やっぱりちょっとチップはスレイヤー嫌がる感じですよね。ここは中堅の中村ミリアに止めてもらってというところでしょう。さて、対策を振り返り、最後の試合ですからね、ゆっくり時間を使っていただいて、悔いのないように試合に臨んでいただきたいところ。さあ応援してくれと中村ミリア見ていきましょう。先鋒中堅戦、ハセスレイヤー対中村ミリア。開幕のポンチ追いかける、さあ着地を取れたくない、上海置いてマッパハンチ、上海ここで針から、ここはバースト待っていたが、上海上から、しかし当てる方が悪かった、フリーオフ背負ってしまう形。さあ拾いたいが、上海前系、前ハイサラヒット、先手でこれは回収しているか。さあバックで捉えて、さあ置き攻めスタート、シークレットガーデン永遠の翼、総裁これはキャンセルしていたな。ミリア側、上海からタッチ、範囲からのバックステップに刺さります、ダッシュアタック、ハイスラ連打から画面足、さあこれ補正が切れてますね。さあ一気にダメージを奪って、一本選手中村ミリア、大会ならではの一発ネタですね。さあ第2ラウンド、さあ、ね、着地の上海気をつけつつ、2K中間のやり取りは、さあうまいこと接しました、前マッパンチ相打ち、置き攻め、エイトからタッチピン、うまい、前ハイへつないでいく、倍ダメージ減りすぎだ、針投げますよね。そして立ち合いからちょっと有利を取れ、そして逃げるところにも技を入れます。さあ中村ミリア、相手の先に読んだコートが非常に冴えていますが、ちょっとリターンが取れていない、しかしここはインカリスからの画面足、ここまで来てしまえばあとはオフ攻めを繰り返すのみ、耐えれるか、2杯、上海、チャンディー杯、おっと出ない、チャンエス、相打ち、次に落ちた、ここはバックジャンプからのブリッツですね、ジャンプキャンセルブリッツ、さあ苦しい、さあ保険が効かないぞ、スレイヤー側、
抽選引き取りましたが、ピン投げを避けたい。針を投げて、マイピー。タチピーからつないだ。ダイナメージ、2系通して、タチ系まで取り返します。ハーセスレイヤー。渋いですね。タチピーの地形の使い方が絶妙です。最終ラウンドは。まあ、パンチ、これ持ってたが、延期です。裏に行く、タンデンも漏れてしまった。タチ系から、ジャンフ、ジャンケーからの、クーダー、待っている2敗すら。ここは針を当てて、拾えていない。上海からニエス、クーダーいいですね。この空中はそのままでガードしてしまうときついんで、マッパンして位置入れ替えています。前系からここは黄色キャンセル、前系先端引きずり下ろして 2P 動きを止める。ジャンケー P ハイスラ、ハイスラからの画面足取りつつ、ここは四隅当たってしまったか。どっちだ、裏に行く、ここは見ている。立ち系から空中足が出ません。さあ着地を投げる、うわー出し、リバース出し上げ、これは漏れてしまったが黄色キャンセルフォロー、2K から俺は止める。ジャンピーから針がない、難しい。マイピーノーマルヒット、追いかけてキンバースト、うわー出なかった、これはまずい。ファイルバンカーからファイルへつないで立ち合いまで、ハーセスレイヤーが勝利です。やってしまった、そこを見逃しません。ハーセスレイヤーさすがの集中力。さあこれ先方対象戦、コメント通り3立てなるのかといったところ、しかし立ちはだかるのは大将サミットチップです。クローミングローズなのかなというところですが、いや腰が痛い。さあ見ていきましょう、先方大将戦、ボークンチーム、ハセスレイヤー、猫まっしぐらチーム、サミットチップ。第1ラウンド、さあここは変異仕込んでいますね。さあバーストを使わせて、うっとこれはアルファ捕まえる、画面端打ち出し、ベータよく打った。しかしだけはマイピーガンマ黄色から、いやしかし空中投げ捉えて、ちょっと運がないが、ここは落ち着いて仕切り直していきたいところ。立ち合いカウンター、フットレス逃げて、ちょっとダメージのもらい方が悪すぎる。次の被弾によってはちょっと気絶も見えてくるか、その前に体力がなくなるか。空投げ怖い、2段ジャンプ。さあアルファ、さあ置き攻めを続ければというところ。あーっとこれはノーヒット、どうなる、これは着地、あー見ている、地上にいると投げられてしまう。ガードをね待っているところ、捉えようというところですが冷静でした。1本選手の発生スレイヤー、サンタデリーシー、シャンディから画面足、ハリスクが大手、マイピー暴れ潰し、さあ降りてジャンハイ表、続いてどうした、このままスルーっと出て、今度はジャンエスクの中段表、ガード 2P 止めて 2K から空中ダッシュ、ジャンプ2で返して、ここはカウンター、ジャンディアルファ。さあここで張り付かずに表に降りて前ハイ、ジャンディアルファ、こちらも速攻です。画面端逃がしません。11、ナッパハンチは空中カウンター、これは飛んでしまった、痛すぎる。踏んで2系金 S 円 S 立ち系足前置き攻め、どっちベータブレード打つプラス返して前ハイ大ダメージ、もう1回前ハイアルファから張り付いて、ジャンハイバースト、ジャンディが怖い、返してブリッツ、痛すぎる、ピーを追っている、どっちがスレイヤーかわからない。勝ったのはサミットチップ、ジャンディカウンター、画面端はまずいんです。さあサミットチップ粘りました。同キャラ戦でいきますね。まあ、お互い緑のカラーのチップ使いとなりますが、先にカラーを選択するのはサミットチップ。今日はトナカイカラーですね、クリスマスカラーとなります。さあ暴君返り咲くか、さあ軽くエース刺して、エンスタッチ P 転移、タッチ P タイプ戻ってくる、K 転移、空中投げ、そしてエンドジップのこのドリキャンタクは非常に見切りづらいが、ノンキャラさすがチップスカイ、サミットシップガードします、うまい、これはバースト中、
こちらガンマ捕まってる間バースト打つと一瞬技が使えるんですね。それで相手がバースト打ったの確認ができるという。サイネス返してゲージ差がついている。ダッシュ投げ二杯差の空振り、そして龍柳見えるか、ガードしている。続いてエンゲス単発で済んでいる。さあしかし死ななきゃ安いという言葉があります。バースト足払い捉えて新キロ一本選手エンドチップ。さあ再び追い込まれましたサミットチップ。どっちだ、わからん。裏続いて裏ベータブレードも下げてジャンケイ SS ハインスラベーター、体力一気に奪っています。空中投げ続いてこれは TS2 杯ジャンハイからのアルファのルートですかね。拾い直し痛い。次どっちだ、裏そして天意翻弄して、次どっちだ 2K 表そのまま K 決めたのはエンドシップ。東進祭スペシャルラウンド優勝チームは暴君チームとなります。おめでとうございます。